岡田監督の采配がすごすぎる。冴え渡る勝負感で何度も名采配を披露し、目の肥えたファンもうならせている岡田彰布監督。コンバートや配置転換など適材適所の起用はもはや岡田監督の得意技ですよね。そんな岡田監督をよく知る人物の一人が藤川球児氏。プロで飯が食えるようになった恩師と語る藤川氏は、なんと岡田監督の素顔を知っているというのです。藤川氏が語る岡田監督の素顔とはどのようなものなのでしょうか。その言葉を紐解くと2つのキーワードが浮かび上がりました。戦力外寸前から唯一無二の存在へ。20年見た中でナンバーワンのストレートや、幾多の名投手を見てきた清原選手も大絶賛した藤川投手のストレート。あの火の玉ストレートはまるで漫画の世界でしたよね。そんな藤川投手を語る上で欠かせないのが岡田監督の存在。まずは岡田監督と藤川投手の関係性を振り返ってみましょう。1998年のドラフト1位で阪神に入団した藤川投手。早く上でやっていける体を作りたいと意気込んでの入団でしたが、苦悩の連続でした。本人が何にもいいところのない先発投手でしたと振り返るように、100球が近づくと痛打を浴びる日々、先発失格の烙印を押されると、プロ5年目を終えても主な働き場所は2軍でした。当時1軍コーチだった岡田氏は、実は球児は戦力外候補に入ってたんやと裏話を暴露。2003年オフにはヤクルトや広島からトレードの打診があり、移籍はほぼ規定路線だったようです。しかし同時期に藤川投手の運命を大きく変える出来事が起こります。そうです、岡田氏の一軍監督就任です。星野監督が勇退すると、球児をトレードに出さないでくださいと岡田監督は球団に直訴。2軍時代から見てきたからこそ、短いイニングなら使えるとセンサーが敏感に察知したようです。寸前でトレードを免れると山口隆コーチからのアドバイスもあり、火の玉ストレートの下地が完成、これはいけると判断した岡田監督は勝負に出ます。2004年はシーズン中にアテネ五輪があり、勝利の方程式を担う投手らが一時離脱。ここぞとばかりに藤川投手と久保田投手をリリーフで起用しました。藤川投手は水を得た魚のごとく躍動。覚醒を確信した岡田監督は、負けてる展開で球児は使えないと勝ちパターンでの起用を決意しました。2005年は開幕からセットアッパーに定着すると、一気に球界を代表する投手に成長。最終的に80試合に登板し、46ホールド、防御率 1.36 と驚異的な数字をマークしました。7回以降は JFK の3人が立ちはだかったことで、野球はいつから6イニング制になったんだという声も上がりましたよね。一部では一番信頼できる球児をクローザーに使えという声もありましたが、岡田監督は一周藤川投手を7回に据えた理由について、試合の分岐点になるのは7回、勝ったまま9回を迎えるには7回と8回を抑えなあかんのよ、そんなピッチングができるのは球児だけやんかと話しています。戦力外寸前から球界屈指の投手に成長すると、藤川投手の年俸は4億円まで上昇。岡田監督も当時を振り返り、俺が監督になった時は2000万くらいやったよ、それが一気に4億円やて、働き場所を変えるだけで一気に変わることあるんやなと嬉しそうに話しています。ただ藤川投手の話になると、ネガティブコメントが相次いだことも事実。それは岡田監督は球児を潰す気なのかという批判です。確かに2007年にはセリーグ記録となる10試合連続登板を記録。メジャー1年目の春にはトミー・ジョン手術を受けるなど、体は悲鳴を上げていました。挙句の果てには海外メディアから、阪神時代の登板方が影響しているとバッシングされる始末。藤川投手は酷使と言われた起用法についてどのように感じているのでしょうか。 JFK 時代は楽だった、 JFK 時代は働くのが楽だったと本音を明かした藤川氏。私は疑いの目で見てしまいましたが、あなたはどうでしょうか。 JFK がフル回転した2005年からの4年間で、藤川投手は277試合に登板。さらに1イニング限定ではなく、ここぞという場面では回またぎする場面も目立ちましたよね。 NPB 最多登板記録を持つ岩瀬投手でさえ、ブルペンでたくさん投げるより試合で連投する方がはるかにきつい、試合では普段以上の力を出すから故障につながると思うと弱音を吐いたことがありました。なぜ藤川投手は JFK 時代は働くのが楽だったと言えるのでしょうか。
そこには一つ目のキーワードである岡田監督の非常さが関係していたようです。藤川氏は、岡田監督は情が入っていないんです。本当は誰よりも情がある方なんですけど、非常という情を持っている。僕も本当は球児って呼ばれるんですけど、グラウンドでは藤川としか呼ばれたことがないと振り返りました。さらに、岡田監督は選手を駒だと思っているんですよと話しています。どうやら藤川氏は現役時代から岡田監督の考え方を理解していた様子。2007年に10連投を経験した時も、僕はチームに求められるならどこでも投げたいと思っている、酷使と言われたりもしますが、僕は起用法について何も思っていませんと話していました。言葉を交わさなくても理解し合える岡田監督と藤川氏の関係性。岡田監督も退任後には、球児には数多く連投させた、無理をさせてはいけないと思っていたけど、勝てる展開になれば球児を投入する、俺と球児の2人にしかわからない感情だったと思う、だから負けている展開では決して球児をマウンドに送らなかったと信頼関係で結ばれていたことを明かしています。グラウンドでは非常を貫いた岡田監督ですが、第一次政権最終年の2008年には感情が大爆発。もう皆さんお分かりですよね。阪神は開幕から首位を独走したものの、最後の最後で力尽きて歴史的 V 面。クライマックスシリーズでは藤川投手が痛恨の一発を浴び、何とも言えない岡田監督ラストゲームになりました。藤川投手は退任セレモニーで、申し訳ありませんと一言。さすがの岡田監督も号泣し、最後に打たれたのがお前でよかったよと感情を爆発させました。あの瞬間、2人の脳裏には様々な思い出が駆け巡ったことでしょう。このように誰よりも岡田監督を知る藤川氏ですが、2023年の岡田采配をどのように見ているのでしょうか。球児から見る岡田采配。今の選手を見ているとストレスがかかっていないように見える。2023年の岡田阪神をこのように表現した藤川氏。ストレスを感じさせない岡田采配の妙はどこにあるのでしょうか。ポイントになるのは適材適所の起用でした。秋季キャンプで岡田監督が明言したのは、上位打線の改造と大胆なコンバート。中でも、俺は近本と中野の 1,2 番がベストやと思うよと打線組み替えを示唆しました。2022年に最も多かったのは1番中野、3番近本という組み合わせ。 1,2 番コンビを組んだのはわずか36試合しかありませんでした。一部では機能している打順をいじらなくてもという声も聞かれましたが、どこ吹く風。シーズンが始まると近中コンビは他球団の脅威となり、2023年版阪神打線の象徴になりました。岡田監督もあえて MVP を挙げるとすれば、近本、中野、大山の3人やなぁと手放しに称賛。近本選手が離脱した時はチームも停滞しただけに、岡田阪神の屋台骨を支えたと言っても過言ではないでしょう。また中野選手に関しては、ショートからセカンドへの大胆なコンバートも経験。2022年にベストナインを獲得したこともあり、最初は受け入れられない部分がありましたと心は穏やかではなかったと言います。しかしシーズンが始まると次々にスーパープレーを披露。目の肥えたファンからも、何回見ても中野のセカンドはえぐい、コンバート大成功やという声が相次ぎました。シーズンも中盤を迎える頃には中野選手もコンバートに納得した様子。守備の結果で見たらコンバートしてよかった。セカンドとショートで気持ちの持ちようが違う、余裕が生まれたと感じていますと話しました。このような姿を目の当たりにした藤川氏は、今の選手は誰もストレスがかかっているように見えない、近本は去年3番を打ってたんですけど今年は1番で楽しそうにやっている、中野はセカンドに移ってめちゃくちゃ動きやすくて楽だと言ってます。本当の監督とは向いているところに選手を配置できるものと岡田采配を大絶賛しています。さらに藤川氏はもう一つのポイントを指摘。それは安藤優也コーチと久保田智之コーチの存在です。湯浅投手の故障離脱もあり、シーズン途中からは岩崎投手がクローザーに定着。抜群の安定感を誇っていたものの、8月下旬には痛恨の一撃を浴びる場面もありました。そんな状況を見た藤川氏は、大切なのは首脳陣が岩崎を支えられるか。私も苦しい時に一人で立ち向かっていた記憶がある。でも今は安藤コーチと久保田コーチがいる、2人の経験は大きなサポートになるはず、岡田阪神のストロングポイントだと思いますと話しています。かつて藤川氏と共に切磋琢磨した両コーチ、実は両コーチの存在が
岡田監督に託されたミッションと密接に関係しているというのです。岡田監督に託されたミッションとは一体何なのでしょうか。球団からの2つのミッション。岡田監督に託されたミッションは大きく2つ。1つ目は18年ぶりのリーグ優勝と球団史上2度目の日本一です。岡田監督は就任時から力があるから勝ちに行けるわけで、今のチームに段階はいらん、だから最初から勝ちに行くと強気のコメント。複数ポジション制やトラメダルなど矢野イズムの多くを廃止し、チーム改革に乗り出しました。一部メディアからはそんな野球では選手がついてこないという声があったものの、今や昔適材適所の起用がハマるとそんな声は聞かれなくなりました。気がつけば首位をキープしたままシーズンも最終盤。10年以上現場から離れていたにもかかわらず、いきなりミッションをクリアしてしまいそうなあたりがさすがですよね。そして2つ目のミッションは次世代の指導者育成です。阪神にとって次世代を担う指導者育成は長年の課題。岡田監督もある程度は偉い人から指導者育成を言われたよと裏事情を暴露しています。確かに過去の阪神を見てみると、監督が変わるたびに方針も一新。球団 OB の矢部圭一氏は、阪神は監督が変わるごとに方針が変わってしまう、球団の伝統が続かないんですよね。かつての西武のように指導者の計画的な育成が急務ですと苦言を呈したこともありました。そんな中、岡田監督は安藤コーチや久保田コーチらかつての教え子を一軍コーチに抜擢、余すことなく帝王学を伝え、上昇軍団の礎を築こうとしています。さらに藤川氏の肩書きも球団本部付けスペシャルアシスタントに変更、新外国人選手の調査など国際スカウトのような役割も果たし、編成部門で岡田監督をバックアップしています。2022年オフに岡田監督が結んだ契約年数は2年。就任時からもうそんなに長くできないと話しているだけに、指導者育成に残された時間は多くありません。しかしこれまで何度も球界の常識を覆してきた岡田監督、きっと来年の今頃には2つ目のミッションも余裕でクリアしていることでしょう。18年ぶりのアレに向けてラストスパートに入った岡田阪神。それでも岡田監督は、相手の順位は考えなくていい、目の前の試合だけやでと改めて気持ちを引き締めています。歓喜の瞬間まであと少し、私たちファンもヒリヒリした9月を過ごしたいですね。あなたは岡田監督と藤川氏の関係性についてどのように感じましたか。よろしければコメント欄で教えてください。本チャンネルでは野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。